こんにちは、速稼塾の久保でございます。 YouTube のチャンネル、これがありますけども、この YouTube チャンネルのね、チャンネル名を変えた時ってやっぱり YouTube の中でなんで変えたのか、どういうテーマにするのか、これをお話した方がいいんじゃないかなと思いますよね。まあ今まであったタイトルから切り替えるわけですから、これは2つの意味があってですね、1つはですね、今までそのタイトルで慣れてきた人になんで変えたのかなってことをやっぱりこう説明する必要があるのかなと思います。そうするとその方も納得して、あ、なるほど、じゃあそういうことならまたついていけるよねとかね、こうパッと変えるとね、要するに視聴者さんってタイトルも自分のものなんですよ。だから理由を求めるんですよね。これまさにね、漫画を読むと分かりやすいんですけども、まあ、週刊少年ジャンプっていう漫画がありますよね。じゃあその週刊少年ジャンプっていう漫画が、週刊少年ジャンボっていうね、名前に変わりましたとしたら、急にパッと変わったらどうですかね。本屋に行って、あれ違う本かなとか思っちゃったりして、買わなくなる可能性があります。でも、週刊少年ジャンプは、週刊少年ジャンボに変わりますよっていう風な予告が変わる前から行われていたりとか、まあ急に変わったとしても、前回までの週刊少年ジャンプはジャンボに今週から変わりますっていうふうに書いてあって、理由はこうですっていうような理由付けが本屋さんにあると、あ、なるほど、じゃあこれでいいんだなっていうふうに新しい気持ちで手に取ることもできますしね。これがまあ一つ目の意味です。常連さんに対してのまあ義理ですよね。それからもう一つは効果っていうのはね、こうタイトルが変わりましたってことによって、そのきっかけで流入してくる方もいるってことなんですよ。何があったのかな、この人っていうふうに感じさせることができます。もちろんアクセスが取れてないうちっていうのはそんなにね、何十人も何百人もに影響はしないですけども、でもこういう小さい時から小さいことに、まあ、気を使っていくってことが大事ですし、今度はね、チャンネルが大きくなるとこの方向転換がすごく難しくなってきます。まあ、今はパッパッパッとできますけどね。でこうチャンネルが大きくなると、人数が多くなると方向転換難しくなるんで、まさにね、例えば3ヶ月後の何月何日あたりから方針を変えてこういうふうに行こうと思いますみたいなのを、もうその3ヶ月ぐらい前からね、ずっと告知していくっていう必要もあるんですよ。そうして徐々に納得させていって、多くの人の読者さんの気持ちを変えていって、タイトル変えるみたいなね、方針変えるみたいなことになるんですね。まあそういうこともありますし、まあ動画の本数を増やすっていう意味もあってね、ぜひね、週刊中年ジャンプですかっていうふうに変えた理由と、どういうふうにこれからチャンネルを育てていきたいのかっていうふうな決意表明みたいなのをね、やっていくとよろしいんではないかなと。自分の気持ちも整理できますしね。まあ、それからそういった行動っていうのは別に1回じゃなくて、ね、何回も何回もしてもいいと思いますから。で、今回から新しいテーマでこの週刊中年ジャンプにコーナーを設けようと思います。それはズバリ恋愛ですみたいなね。ので宣言して、次回から第1話をお届けしますみたいなことをやったりとかね。要するに番宣っていう動画もどんどん盛り込んでいけば、ものすごく増えると思うんですよ。週刊中年ジャンプという YouTube チャンネルの中で取り扱うテーマを、まあ最初に5個設定したとしたらね、これから5個のテーマでやりますってことだけでも放送する意義が出てきますし、で、新しいコーナー作ろうかなと思ったら、はい、新しいコーナーができます。6つ目のコーナー、恋愛ですみたいなことをやっていくとかね。まあそういうふうにして、宣言をしたり、それから報告をしたり、決断をしたり、そういうことのたんびに動画を上げていけばいいんじゃないかなと思いますね。で、しばらくね、1年ぐらいですけども、私の場合は、まあ、生まれてきた子供、ヤマトくんの動画を、もう本当にね、10秒とか、1分とか、そういうのを上げてますけども、もう完全に何の演出もなくって、ただパシッと撮るだけですよね。で、言葉もあんまり出ないみたいなね。まあでもね、1歳児とかだったらそんなもんじゃないですか。だから1歳児ってのは、なんか動いてるだけ、もしくは動かなくても絵になるんでずっと撮っていくんですけども、当然アクセスはそんなないですよね。まあ20とか30とか、行って100みたいな感じ。でもコメントの割合ってのはすごく多いんですよ。再生数10の、ね、ヤマトくんの子供の動画にコメント5とか6とか。だから見る人はほとんどコメント書くみたいな状態になるわけですよね。そういうふうに濃いファンを作るということもできますし、やっぱこう生まれてきた子供っていうね、そういうふうなコンテンツにもなるわけなんですよ。あとはね、今日もやりましたけども、車で運転しながらベラベラ喋るみたいなね、そんなのもコンテンツとして有効ですんで、やってみてはいかがかなと。もうとにかく生活のあらゆるところが聞いておりますから、
そしてそれは誰かのニーズになっていくんですよ。まあ今回のアドバイスはそんな感じかなと思います。まあ長続きの秘訣は無理をしないことなんでね、暗闇の中で3分くらいで話すっていうのもいいんじゃないですか。まあちょっと物申してさせていただくと、撮影の時にねスマホを縦にするんじゃなくて横にするといい画像が撮れると思いますんで、もしかして何か訳があってね縦撮りをしてるのかもしれませんけど、基本的には横撮りした方が視聴者さんには優しいと思いますんで、ちょっとねその辺頭に入れておいていただければと思います。というのがねバランスなんですよね。やっぱりテレビのバランスって16対9ぐらいでこうやって横長で撮るんですよ。で横長の中でアップっていうのはだいたい自分の顔が今これ画面3分の1から4分の1になってますけど、バランスがいいのはもうちょっと引いた感じですね。このぐらいですか、5分の1ぐらいでバストアップ、これがいいですから、なんかこの辺りから上だともう顔だけ出てるみたいな感じになっちゃうんですよね。全体の風景があって一人の人が喋ってるっていう風なテレビレポーターみたいなね、そんなイメージで喋ってあげると視聴者さんを受け取りやすいってところがありますんで、そういう風なね感覚の面でも、まあ、配慮していくってことで、はい、動画のセンスちょっと身につけていただければいいんじゃないかなと思います。じゃあ本日は以上ですかね、はい、また動画ください。失礼します。